ほんか。まあでも一応なんか、まあ綺麗な動画を撮ってファンの人たちに拡散みたいなこととかも一応 2B でもなんか今後検討していこうかみたいな話はあるみたいですけどね。オレンジス飲む？あ、ありがとうございます。飲みます。いいよ。あ、すいません。ちょっとごめんね。何、何ですか？いや、もっといろいろ種類を持ってこうと思ったんだけどさ。いや、全然ありがとうございます。飲ますよ、逆に。あ、大丈夫、自分で入れる。すいません。違います、遠かっただけです、本当に。僕は入れたかった。はい、そんな、大丈夫ですよ。すいません。大砲みたいなレンズ、なんかいたな。大砲みたいなレンズ気になった。大砲みたいなレンズ、あ、なんかすごいそのいいやつを使ってるってことなんじゃないですか、カメラが。あ、ズームのこう、あれですかね。大砲みたいなレンズつけていてすごいですよ。へえ。すごいお金もかけてるんでしょうね、機材に対して。そうですね。そうなんだ。でも自分目線でも撮りたいです。だって、あ、自分の見てた景色をちゃんと覚えておきたいみたいな。うん、あ、それもあるかもしれないですね。あ、いろんな人が撮影した動画も楽しみだよ。だって確かに、うん、あ、すごい。ちょっとね、台湾の話からいろいろと。マスター3文化ないから、ファンクラブ会員限定とかで公開してほしいです。うん、ですね、いろいろなこと考えてるみたいなんで、 2B の方々もライブでの、うん、はい、ちょっと皆さんお待ちください。なるほど。これで、はい、坪木さん、他に何か質問ありますか？うん、そうですね。何？ライブの衣装の話とかってもう結構しちゃいました？何が？今回のライブ衣装の。分かんない、どんな話。そうです、そこまで多くは語ってないです。今回のグループの衣装を、まあ主となってというか、みんなで話し合いながらですけど、結構いろいろ意見を言いながら作ってもらったんですけど、多分生地からめっちゃこだわってるじゃないですか。衣装のこだわりとか、一個のライブ通しての色味のバランスとか、なんかいろいろどういうプランなのかなと思って。プラン、それこそあの2ヒーローズで履いてたパンツの上は今回初披露だったじゃないですか、うん、そのあれとかもその想定内だったのか、あの時はあのオレンジ着たから着なかっただけなのかとか。あの時はあのオレンジを着たから、もともとあれもオレンジじゃなくて、こういう黄緑にしようとしてたの、上の、うん、ネイビーに黄緑がいいなと思ったんだけど、あまりにもあのゴートの時の騎士がカマキリって呼ばれてたあのなんか黄緑の衣装、蛍光系みたいなの、あれの印象がすごい強かったから、なんか被るかなと思ってやめて、でオレンジにしたんだよ、あの時は。でその下のパンツはすごいいい出来だったから、でそれの上も作ろうかと思って、なんかほらだってあの1回だけで終わるのももったいないし、で上を作ってああいう風になったのかな。いや、ライブ終わった後に衣装部屋に行かせていただいて。衣装部屋に行ったの？はい。何しに？あの生地感がすごい光って見えたんで。どれ？あのネイビーのやつ。ああ、ツイードのやつ、ね。はい、ツイードのやつ見に行って、うん、中にシルバーが、うん、あの一緒に織り込まれてるの見て、うん、うわ綺麗と思って、うん、なんかこう僕たちも今回結構スパンコールでキラキラさせる衣装多かったんですけど、うん、なんか違う光らせ方というか、大人っぽいけどキラキラしてるみたいな、その間を狙っていきたいなと思って、うん、見に行ったら衣装さんが教えてくれて、うん、結構すごい一個一個の衣装がこだわりが詰まってるなと思って、うん、なんか衣装の決め方とか聞けたらなと思ったんですよ。決め方、しかしやっぱ一個一個ケンさんが考えてるってことですよね、あの衣装たちは。まああの衣装を作ってくれる人と相談して、うん、どこまで具体的に要望を出すんですか、その時ケンさんって。なんとなくざっくりとしたイメージでこういうのって伝えるのか、もう生地とかはこれでみたいな。まあでも最初のやつが一緒に記事とか全部見て決めた。へえ、うん、バッキーは衣装担当だから、なんて書いてあるんだよ。衣装をやらせてもらってます。そうなんですね、佐々木さんが衣装の担当なんですね。僕とあの鈴木大河と2人で。そうなんだ。なんかさ、そのまあいろんな考え方があるけど、なんだろう、まあ年齢も考えて、でもなんかドームはだからみんなでやった時はバランスをめっちゃ考えたの、うんうん、みんなの衣装は知らないけど、多分なんとなく想像できるから、この人はこういう感じになるんだろうなっていうのを想像できたから。でもうーん、大きい会場でその
地味になるのもちょっと違うし、でも会場でコンサートとしてコンサート映えするもので、でもなんか品がある感じがいいなと思ってて、あとはなんかこうファッション性のあるものが好きだから、そういうものをまあ選んだかな、ドームの時は。アリーナのやつもそれを引き継いで作ったものとか、まあまあ基本ファッションにちゃんと落とし込んでる方が好きだから、はい、そういうのに選んでいくかな、うん、やっぱのアルバム、あのジャケットからそう、あの全部のワッペとか飾ってある衣装あったじゃないですか、ここに大きい車、あのサマーニット、はい、うん、あれめっちゃ可愛かったですね、うん、ありがとう。あれもね、あれもだからなんかその中にあのフラッグのポロシャツ着てるんだけど、はい、それもそのアイドリングのジャケ写の背景 が市松模様になってて、うん、その市松模様から撮って、そうしてたりとか、まあ、そういうこととか、うん、ケンさん の, その上品とかっていうのは普段どこで情報を知れてるんですか、雑誌とか読んで、そのファッション雑誌とか読んでそこからこう着想を得てるんですか。何がその例えばこういうの上品だなみたいな、こういう衣装上品だなみたいなっていうのってどこからこう入れてるんですか、知識というかそのセンスを。服好きだからじゃん。だからその雑誌とか読んでってことですね、こういうの衣装に使えるかみたいな。あんま読まないな、もう SNS かな、うん、かなが多いかな。どうですか椿さん、なんかもっとこう深掘りしたいこととかありますか、衣装について。でもこれ以上その衣装の話するとすごいな、難しいワードが溢れそうなんで。え、それ専門的なこと言う、専門的な。どんな、いやもう一旦衣装大丈夫です。嘘、はい、サマーニット、サマーニットはな、あれ可愛かったよね、あれでパジャマ作ろうかな。パジャマいいじゃないですか、需要あんなら作ってもいいけど。ああ、そのファンの方用にパジャマを作ることですか、あの衣装で。おお、いいんじゃないですか、聞いてみますか、ファンの方に。まあでもあれも、まあ、家だから別にド派手でも何でもいいよね。確かに。逆に椿君の衣装のこだわりも聞きたいですっていう質問ありますよ。ありがとうございます、質問いただいて。僕たちは本当にとにかく1回目の単独アリーナだったんで、はい、IMP らしさっていう、あれですもんね、スケジュール的に来られなかったですもんね、うん、衣装見てみてください、このプライムビデオとかで、うん、絶対見ひんやその反応。オープニングはそのディパーチャーっていう、出発っていう、うん、そのアルバムのジャケット写真でトレンチコートとかをみんなで着ていたんで、そこからあの着想を経て、うん、あのトレンチコートから衣装を作ったんですよ。でそのディパーチャーのグッズだったり、うん、あの曲名とかを、うん、あの古い新聞みたいに落とし込んで、うん、全部その人それぞれいろんなとこに入れ込んで、それなりじゃあダブル対画でやってるわけだ。そうです。でこうなんかちょっと2人が洋服が好きなの。そうですね、2人洋服好きですね。対画はその形とかのセンスがすごくあって、うん、あのこういう形いいよねとか、うん、があって、僕はどっちかっていうとその新聞にしようみたいな、その0から1にしたくて、でそれだと結構ぐちゃぐちゃになっちゃうんで意見いっぱい出てきちゃうと、うん、僕結構こうイメージで喋っちゃうんですよ、うん、イタリアのなんかレストランの、うん、あのちょっと錆びた感じの銅が錆び、そのタイミングで退屈してるんですか。ごめん、ちょっと長かったから。なんだっけ、イタリアの錆びた洞窟の、錆びた洞窟じゃない、イタリアのなんかちょっとその、うん、ちょっと歴史ある感じ の、うん、あの外壁とか、外壁、はい、うん、ああいう感じのちょっと加工をつけたいみたいな、その加工をつけたいイメージでしかないんで、僕は。それをどうすんの、誰がまとめるの。それをあの衣装担当してくれてる方とタイガとかが、うん、こういうのじゃないって言って。そう、今ので出てくるんですか、その外壁とかで衣装さんが、あ、じゃあこういうのですかみたいな感じのが出てくるってこと。もうちょい正確に言うと、ご飯屋さんの名前とかも言って、あのご飯屋さん分かりますか、あのご飯屋さん の、 あのお手洗いの雰囲気分かりますって、あ、分かる、あの感じねみたいな。へー、すごい。それはなんかすごいもうすごい変なやり方しちゃってるんで。なるほどね、そういう感じで進めていくんだ。はい、へー、面白いね。すごいですね、やっぱ人それぞれ違うんですね、その衣装の作り方っていうのは。セットリストはどうやって決めてるの。
セットリストはそのうちは横原と松井湊が主にこう主となってこうあのセットリストを担当分けがあるんだ。考えながらでもみんな7人で話し合って、でも今回は初めて楽曲的に24曲あったので、全曲使えるのって多分今回だけになっちゃうんじゃないかなっていうのもあって、全部入れて作ろうっていう。あ、じゃ あのワンハーフサイズとかにしたりとかして。そうか、24曲すごいっすね。そうですね、24曲すごいね。一番曲数ありそうだもんね、1年でたくさんいただいて。すごいな。面白いね。演出は、あ、その演出とセットリストとかはそこら辺2人が主になってたんで。他の人たちはいつも頑張ってますいつも頑張ってますいつも頑張ってます、はい、あ、パフォーマンスに、はい、パフォーマンスに集中してるんだ、はい、もちろん意見とかもありますけど、主となってるのがっていう、ね、その明確な役割的なものはないけど、そ、ね、まあ、その意見があればこう話すみたいな感じなんですね、うん、影山は何担当？影山はリーダー熱量です、はい、もっと踊ろうぜそれ言って鼓舞すんだみんな、はい、そういうことか。指揮を上げる役ってことなんですね、はい、へー、いいね、面白いね。24曲もあるのすごいね。ありがたいですね。24曲大体何時間ぐらいなんですか？24曲全部ってライブの時間ってトータル？ライブ尺は多分1時間40分。あ、24曲でも。え、何が？多分そうですね、そう、24曲やってライブの時間どれぐらいなのかなって思って。そんなだった？1時間多分同じぐらいですよね、尺は。え、24曲で、はい、1時間40分って短くない？あの今僕楽曲自体の尺自体がすごい短いんですよ。ああ、2本とか、はい、イントロない曲もあったり。ああ、まあね、時代がそうだね。時代が、でそれプラスワンハーフにしちゃったりとか。はいはいはい、なるほど、はい、なるほど。へえ、そう、見に行きたかったよ、みんなのやつ。見に誰のも見に行ってないわ。でもちょうどライブ前だから一番忙しいですよね。そうね、そうか、ケンさん最後やったそうね。そういうこと、そう、見に行けなかった。見に行きたかったけど、まあでもプライムビデオで見ればいいかな、はい。ぜひともの衣装のところも、はい、プライムビデオで見てみてください。ケンさん見てみるよ。眠くない？今ですか？うん、眠くないです、ね、眠くない？多分いっぱい食べて血糖値上がったんですよね、うん、眠くない？ちょっと眠気覚ましいね。ちょっといいよ。どこ行くんですか？ちょっと寝てもいい？いい、ダメです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 。いいから。いやいや、こっからあと45分あるからちょっと寝ていいとこなら分かるんですけど、うん、もう佳境なんで多分。そう、佳境っすね。いや、一人の時間でもいいよ。いや、ケン君の生配信見に来て一回一人でやってみ。あ、もうじゃあ椿ジャックという形で椿配信、はい、多分ですけど、この時間に見てくれてる方、僕の声ちょっと多分高いんですよ。何それ、なんかそういうのあるの？いや、多分ちょっとゆるりとで来てんのに、うん、すっげえ喋るじゃん。じゃあなんかだからほら、あのちょっと声変えてみたらいいじゃん。どうも配信をご覧の皆さん、椿大河です。あ、すごい、でもすごいダウナーの感じ、いいね、めっちゃいいと思います。もっと待って、もっとやって。皆さんいかがお過ごしですか？うん、いいじゃん、みんなの反応見てみよう。今日もお昼過ぎですかね、雨が降りまして、突然の不意の雨に降られまして、うん、傘がなくて困った方もいたのではないでしょうか、うん、梅雨ということで髪の毛がくせっ毛の方とかすごく苦労する方もいらっしゃると思うんですが、うん、そういう方はぜひこちらに置いてあるシャンプーの方を使っていただくと、うん、くせっ毛が良くなると。ちゃんとうねり入れてきた。さすが、すごい、素晴らしい、うちの自分だった。いいね、いいね。このいい声のトーンでお後がよろしいようで、少し眠たいケンさんに、渡したいものがあります。お、何？どうしたの？先日あのお誕生日だったんで。わぁ、なんか買ってきてるだろ。誕生日プレゼントをちょっと用意したんで。いいんだよ、そんなことしなくて。いやいやいや、お誕生日おめでとうございます。え、いいの？はい、ありがとう。おめでとうございます。なん、ありがとうございます。そんなのさ、しなくていいんだって。マネージャーさんにご協力いただいて。マネージャーさんに？はい。これどこやってあげるの？これ何？これきっと喜んでいただけると。何これ、パジャマ？はい。何これ、こんななんか大層なもんもらって困るんだけど。困る？ほんま素直じゃないっすね。パジャマ。はい。シルクの。シルクの。黒い。はい。
あ、びっくりした、短パンだったらどうしようと思ったけど、いや、しっかりそこら辺はもうバッキータッパじゃないの。ありがとう、ありがとうございます。いいですね、めちゃくちゃいいですね。すいません、なんか申し訳ない、こんな、いえいえ、そんなもう気使わしちゃって、初めて呼んでいただいた記念でもありますんで、ありがとう、ありがとう、切るよこれ。多分全部サイズ表いただいたんで、丈感とかはバッチリ。あ、そうなの。これ何、こういうの着て寝てるわけ。いやいやいや、いろいろ誕生日プレゼントめちゃめちゃ考えて、うん、でなんか器とか、うん、お箸とか、うん、いろいろ考えたんですけど、うん、いやもう美術的なものもすごい好きなんで、うん、もうこだわりあるだろうなと思って、うん、でいっぱい持っててもいいもの、うん、で何かないかなと思って、うんうん、最近僕もその枕カバーをシルクにした方がいいよって言われて、うん、なんで？髪の毛の摩擦、寝てる時の摩擦で髪の毛傷んじゃうよみたいなの聞いて、うわシルクか、大人だなと思って、うんうん、うわシルクパジャマはちょっとセクシーなんじゃないかと思いまして、うん、それでこれを選んでくれたんだ。ネットで調べて、ありがとう、いいね、もうそういう時間の使い方素晴らしい、ありがとう。いやいや、じゃあさ、これでさ一回これバラして、バラして、あのピローケースにしてくんない？あ、ピローケースが欲しかったそうそうそう、最悪これピロー入るんで、多分これ入る、入ります入ります、入るかな、多分寝てる時にこう足の部分パタパタ入りますけど、いいじゃん、ありがとうございます、